どうもこんにちは宣伝部長の小市です今日は私を議会に連れてってってことでお話をしていきたいというふうに思います。というわけで政治家女子48党によってですねいわゆるなんか演劇みたいなやるみたいで今日はその話をちょろっとしたいのと、まあ、それからいわゆる黒川さんがですねいわゆる代表権騒動について、まあ、何かご説明をされたんでそれをご紹介していきたいんですけど、まあ、私にはちょっと理解ができなかった論理構成なので、まあ、ちょっと皆さんの方で判断 談していただきたいっていう内容で、まあ今日はねちょっとやっていきたいというふうに思います。はい、まずこちらですね。えっと立花さんがり役者募集しますみたいな動画出してて、ちょっとこれがまあびっくりしたんですけど、これはなんかその先ほどのなんか政治家女子法廷と等で演劇しますっていう形で。 まあなんか面接みたいなやつですかをやって10月から稽古して11月4日から11日にまあ演劇をしますっていうまあそんな感じでなんか箱も結構大きいところでやるみたいでまあなかなかのなんかなんて言うんでしょうね規模感でやるみたいですねはいだからまあでも今後もねだからこれを紹介しつつまあ稽古の様子とかを取り上げつつ まあ途中に選挙を張ったらそれも宣伝しつつみたいな <laughs>。まあなんかねやっぱね政治がちょろっと絡むだけで全てが面白く見えるっていうねすざまじいことですよね。はい、ということがまあ行われるみたいですと。であとですねはいこちら政治家女子48等カフェのテナント貸してくださいっていうところでえっとこれもなんかまたびっくりなんですけど。 政治家女子48等のカフェを作りますっていいうううこれそういう話ですすよねすごいなと思って要は立花さんが今チューナーレステレビに力を入れていて売ろうとしてますとでそれのアンテナショップみたいなのを作ってそこで政治家女子の人たちの、まあ、雇用ってうんですかね雇用をしつつそこでチューナーレステレビを売りつつ政治家女子の子たちの、まあ、アピールっていうんですかね政治を目指す人は なんていうの政治活動になるでしょうし、まあ、インフルエンサーになりたい人はその宣伝になるでしょうし、まあ、いろろんんななな意味においいいいてててすすごいことをやろうとやううしるっそんな感じですよね、まあ、いずれにしても絵面がねやっぱりほら橘さん一人の時とこれで、まあ、やっぱり華やかさが変わるのでなんかいろんな意味で変わろうとしてんだなっていうのは強く感じますけど、まあ、なんかねやっぱり女性の時代だなって っていうのはなんか最近いいいろろ見てて思いますよねななんかなんかかみんなすごい強いですよね。<laughs> あの <laughs>、これは <laughs>、なんかああいうの見てると思ってには立ってもらって裏方あった方がいいなとはちょっと思ったりとかしますよね。はい。という感じで、まあまあ、いずれにしてもですね、まあこう楽しいイベントといいますか、イベントやりながら、まあ、 こう一石何鳥ぐらいいの感じになるんでですすすかねねまあすごいですよ、ね、だからそれ,それこそ演劇やる人もここに出たりとかしてねもうすぐ始まるんですとかいうことですよねだからなんだろうな有権者をつかみつつそれからファンもつかみつつもうちょっとわけわかんないですね <laughs> とにかくかなんかすごい企画だなと思いながら見てますねで政党でこんなのできるのねまあ、N 党ぐらいしかないんでね本当にすごいなと思いますけど。 はいという感じなんですがそうでだからやっぱり最初の目論みで言うと党首をた大津彩加さんにしたじゃないですかでそれでやっぱりこういうことを女の子たちやりながら、まあ、彼女が党の顔として例えば政府の正式な行事に出ますと出ると周りは当然各党の党首が来るわけですからその中でめちゃくちゃ目指しますよね。 そうう若いい女性っていうだけでそれでそれ以外にも党首討論も出てきて当然論戦はできないわけですけどわかりませんっていうことになると思うんですけどそこででもあの若者の政治参加って必要だと思うんですよねってその一言発するだけでめちゃくちゃ刺さるっていうねまあまあそういうことが起きたりするわけでまあいろんな意味において狙いとしてはものすごくいいアイディアだったわけなんですけど、まあ、まさかの乗っ取り騒動ということで。 まあだからね本当にすごいことになってたかもしれないんですけどだからまあでも言うてねその誰に任したところで代表権を扱えるかなみたいな普通は断るし受ける人はやっぱりおかしくなってしまうしっていうところでまあどっちにしてもまあなかなか難しかったのかなと思うんですよね。まあ、以前からこう比較させてていいただいてる あの市からね急に5000万振り込まれた男の子いるじゃないですか YouTuber さんの動画に出てきてねで彼なんか見てると別に普通に誠実な人そうに見えるわけですよ一生懸命仕事もしてねだけどそれがやっぱ5000万振り込まれてきちゃうとそれをカジノで一晩で全部使っちゃうとかねあの <laughs> 人間はちょっとどうなってしまうかわからないってとこありますよねはいまあ、まあそれおさんんがもなんかそ その代表権でちょっと突っ走ってしまったのかもともとああいう性格なのかについては私はよくわかりませんがまあまあという事情もありつつですねまあとりあえずその代表権騒動について黒川さんがねあの最後の解説をしておりますので、まあ、そちらの方をちょっと見ていきましょうか。 はいえっとこちらがですね、えっと黒川さんの動画の中身をちょっとまとめてみたんですけど、軽くね、で、立花 v s ーツ仮処分裁判の見通しを暴露ってことで、なんで暴露がいるのか <laughs> よくわかりませんが、はいまあ、基本的になんかこう、もろうもろうというところが出てしまってるような気がするんですけど、まあ自由ですよね。でえっと まあ動画としては専門家ではなくて黒川個人の見解だって言ってました上でのの、えー、ご,ご自身の見解だそうよね。はいまあ、当然そんなような中身に仕上がってます。で、えー、っとそして裁判としては今やってる裁判としてはね大津彩香氏が代表であるという地位確認を今行っていて債権者が大津彩は債務者が橘久美斎藤健一郎ということで、まあ、両方の書面提出が終了し、まあ、近々ね、えー、結果が出るような形 と思われまますという話から始まりで一応なんかね党規約でここの部分だけ説明してましたけどね党首及津やかとし臨時管理人は立場組とするっていうところなんですけど、まあ、実は結構重要なのこっちじゃなくて8条あこっちはこっちで大事なんですけどこっちも結構重要で当主が死亡または重度障害等により意思の表明ができない場合には臨時管理人がその党首の職務を代行するって書いてあるんですよね。 でこの条文をも、えっとに大津さんがこの立花久美さんを訴えてるってことなので、まあ、そうなると今、えっと、その <laughs> まあ臨時的にその当主の職務を立花久美さんにお願いしてるっていう形になっちゃうわけですよね。でそうすると先日の総会がやっぱり正しかったよねって話で終わりみたいな <laughs> 話なんですけど、まあ、これについてもこの間なんかほら、えっと、とあるジョリノニのチャンネルさんに出られて えとおっさんんがい,ろいろ喋っててててるる中ににここのこれについて触れつ触とこが出てくるんですよねだからもうあれで決まりじゃないかなって私としてはちょっと思っちゃったんですけどまあまあご本人がどういう認識であるかについてはよく分かりません。はい。で、えっ、ー、とこ、これ全部黒川さんの説明ですからね。<laughs> あの <laughs> 黒川さん曰く判例がなく政党は会社法のような法的基準がないゆえに判断が難しくどちらが勝つとは言えないって言ってるんですけど判断を司法はしないってい話だと思うんですけどね、はい、でそしてかなりの高い確率で、えー、東京高等裁判所に広告になるってことですねつまりどっちが勝ったとしても、まあ、さらに東京高裁でやるよって言ってるんですけど えでさらに高裁判決でひっくり返る可能性も低くないって言ってたんでこれはこれは私の感想なんですけどあ負ける前提なんだっていう <laughs> のはちょっと思いましたけどねだからまあいろいろ分かってると思うんですけどね分かりながらいろいろ一生懸命、まあ、説明してると、まあ、支持者もいるしそれからまあこうね何て言うんだろうなまあ寄付金集めてもでもその寄付金も全部口座をどうするんでしょうねあその問題今度やろうはいということで。 えっと、それで、えっと、共産党袴田事件は参考になるかっていうことでこれ何を言ってるかっていうとまあこれご存知の方もね多くなってきてると思うんですけどまあ共産党で昔揉め事があった時に、まあ、政党の揉め事に、まあ、司法は首突っ込みませんよっていう判決が出たので、まあ、今回もあの政党内部の揉め事じゃないですかだからまあまあそれを参考に今回の話がいっぱいされてるんですけどでこのその一つ目として 裁判所の審理権を及ばないいっていうところがあってで、これをもって立一味は勝つと言ってるって感じで、まあ確かにそうですよね。で、えー、とただ、えーと、黒川さん曰くですけど、えーと、ここの部分ちょっと紹介した方が早いかな。はい、これがね、あの黒川さんの方の動画からの引用になりますが、まあ、ここにザーっと書いてあって、右規範に照らし、右規範を おうしないてか上に基づきって書いてあるんですけどこの赤字でね右規範に照らしいって書いてあるからだからあの党のね規約が重要なのだで党の規約には大津代表と書いてるから大津代表の大津投手で決まりなのだみたいなまあまあどうもそういうのを持ってきたいための意見らしくてでこれはちょっと切り取りすぎなので元のえと条文っていうんですかね判例を見ると。 はい、えっと、こちらが、えっと、共産党袴田事件の、まあ、判例ってやつになりますけどね。でその中で今、えっと、ご紹介した「右批に照らしい」っていうとこですねはここに書いてあるんですけど、まあ、これはまあ何回も紹介今回のゲネで紹介されてるんでご存知の方も多いと思うんですけど、まあ、そもそも政党っていうのはいろんな人が集まって任意に結成する政治結社であって。 通常、自律的規範を有し、まあ、その船員である党員に対して政治的忠誠を要求したり、と々、まあ、ざーっと書いてあって、要するに内部で、まあ、いろいろ決めてねみたいな話なんですよね。で、最終的に裁判所の、えー、とあ失礼しました、裁判所の審理権は及ばないというべきでありってことですよね。はい。だと思うんですけどね。はい、で、他方を、 右処分が一般市民としての権利権益を侵害する場合であっても右処分の逃避は当該政党の自律的に定めた規範が公序良属に反するなどの特段の事情がない限り右提案に照らしまあ要するに規範で決めてねって話なんでだから政党で決め,ね決めてねって話なんですけどこの右規範っていうのが黒川さん曰く規約だからあの規約に大津投資って書いてあるからっていうまあそういう理屈みたいですで。 だけどまあ、今回の事例見ててもよく分かったように N 党のまあ規約っていうのがあまり上手にできてないものなので、まあ、すごい穴だらけじゃないですかだからみんなで集まって決めましょうっていうか元のえっとですね えーと自律的規範ですよね、まあ、ここは重要だって話だと思うんですけどね。でも規範を規約って読み替えるってちょっとまあ無理がまあも、まあ、間違ってるわけじゃないけどねっていう話ですかね。で当然ここで規範を有しない時は条理に基づき適正な手続きにのっとってされたか否かによって決すべきって書いてあって、まあ、要するにこれはだから今回ので言うとやっぱり規約がちゃんとしてないからいわゆる一般的な感覚で条理っていうのは一般的な 感覚で裁判官が決めるみたいな内容らしいんですけどまあだから裁判から官から見てほどおかしいことじゃなければ、まあ、適正な手続きをとって決めればみたいな形で今回の闘争会っていうのがまさにそれに当たるというまあそういう話だと思うんですけどねはい、まあ、ここについては別にいろんな主張があるので自由だと思,い思,思うは思うんですけどねはいということでえっ、ー、と先ほどのに戻るとですねはい とということなので、まあ、黒川さん曰く、まく、あ、この規範っていうのが規約に基づいて判断するということだからで,でその規約には大津投手と書いてあるから大勝利なのだということみたいですという感じですね。はい、で、えー、っとそして立花さん不法に実行支配してるって言っていて、まあ、不法に実行支配してたらこれそれこそ警察が入るような話 <laughs> だと思うんですけど、まあ、いずれにしても。 まあ、不法かどうかっていうのはまた別の話で実行支配し,してるのは本当ですよね。で裁判官は実行支配が正しいと判決書かないっつっててね何、まあ、かよく分かんないけど論理構成が本当によく分からなくて。 まあでも、黒川さん一応個人的限界っていうのを結構つけるので、まあいろいろ分かりながら、まあこう無理筋の理屈を、理屈になってんのかな、ことを一生懸命説明してるって感じでしたね。あと、弁護士比較もされていて、まあいわゆる立花さん側の弁護士をディスってるのと、あれは大丈夫なんですかね。それと、あと、大津さん側の弁護士に関して、すごい褒めてるんですけど、ただ、あれは、えっ、ー、と、なんていうんですかね、山中さん。 ですねまあこう切れ者と言われる山中さんの紹介で多分紹介された弁護士さんでで山中さんの思惑というかその何て言うんですかねテクニックみたいなやつがあってそれをもとにそらく弁護士さんは動いてたと思われるんですけどそこで途中ででも大津さんが山中さん切っっちゃったわけですよねだからもうなんか普通に困ってんじゃないかなって私は推測してるんですけどあれってあの。 要はですね、まあ、ご存知の方も多いと思うんですけどなんかその党総会の、まあ、全体で本当に人いっぱい呼んでやったやつの1ヶ月前に定例の総会っていうのは毎月やっててだからあのみんなが集まった1ヶ月前の党総会においてあれで、えっと、大内さんっていうのは解任されてるんですよねで解任だとはんがいらないのでそのまま粛々と手続きができるらしいんですよ。 だからあれをもってして本来は登記が進む予定だったものをそれをまあ山中さんの案なのか弁護士さんの案なのかよく分かんないですけどそれでそれを止めるために今回の裁判のその地位確認みたいなのでドンって入れ込んだんですよね。でその仮処分の決定が出るまでの間は登記がなんか止まるらしいんですよ。で決定が出たらあ仮処分が終わったらその後また粛々と進むらしいんで。 だからいわゆるこう法務局っていうんですかねは実態を見ないということで本来は粛々と進むんだけどだけど仮処分を今差し込んだことによって今止まってるだけなんですよね。そうでそれはなんかやっぱり会社って大体揉めるもんなのでこういうのはね会社とかだともっと揉めるのでそれでなんかずっと裁判とかやってるとそれこそ大津さん側っていうか大津さん3年ぐらいかかるとか言ってましたけどその間ずっとね ななななんかかとと思ってたら大変なことになるじゃないですかだから、まあ、仮処分のっていうのはもうすぐ結果が出るからその間だけとりあえず様子見るっていうか止めるけど、まあ、その後それが終わったら登記は進むよって感じでだから唯一大津さん側が大津党首ですよって認めるような判決が出ない限りは、まあ、そのまま粛々と進むだけなんですよね。で実際にですけどそそもそも裁判っていうのが まあその政党の揉め事なく突っ込こまないから却下の可能性が高くてそうなるとまあ粛々とその斎藤代表になるよって話だと思うんですけどね、まあ、いずれにしてもそういうの全部分かった上で山中さんとかおそらく手を打ったと思われるんですけどまあただそのいろんなこう交渉、まあ、それをやりつついろんな交渉しようと思ったら大津さんが交渉してたら時点で切れてるからまあちょっとね。はいという形でね弁護士比較としてはそんな感じですかね。 はいあと、訴え却下は割とあるのではないかということを言っていて、でいろいろ言いながら、まあ割と立花さん側がこれずっと言ってるんですけど、ね、却下はあるっていうこと。でも、えー、と黒川さんは <laughs> それもあるのではないかって保険を打ち始めて、ですねで過去動画では棄却みたいなことをね結構自信満々に言ってたんですけど、立花さん側のね、えー、のが棄却って言ってたんですけど、まあまあ、まあいいや。で えっとで千葉地裁があそれで,でこの却下の理由としては千葉地裁が判断をのな逃れることができるからなのだっつってて裁判所は責任逃れをしたいのだって言っててこれもなんか裁判所のその何て言うんでしょうね名誉毀損みたいな <laughs>。 話だと思うんですけどすごいですよね裁判所が責任逃れをしたいからなのだっていうのはすごいですよねでだから却下 <laughs> こんな面倒くさいその政党の揉め事については面倒くさいからそういうのを <laughs> 裁判所が <laughs> するっておっしゃってましたはいなので大津陣大勝利なのだでもでもですよでも初めての事例だからどうなるか分かんないよっていう感じで <laughs> これ保険を打ちまくっててどれが本心なのかよく分かん,たよよく分かんなくなる。 んですけど <laughs> まあまあ何を言おうが自由だと思いますけどその上でその上でですよ立花側法律知識が乏しいということでえっと恒例についてはですねはいこちらね黒川さんの動画の方でさらに立花氏が発信してる情報の8割がデマや嘘で古代妄想ですって感じのことをものすごく苦々しい顔で <laughs> おっしゃってました。<laughs> というのがあの黒川さん側の主張でございますという感じですね。はい で続いて、えっと、党の講座に関しては、両陣営の講座がないと動か,せ動かせないっていうのを聞いて、わいわびっくりしたんですけど、という見解があるみたいです。あの <laughs> <laughs> ということで,で、さらに高い固定費をね、立花が抱えてるから、兵糧攻めに弱いっつってて、まあ、NHK 訴訟とかコールセンターとか司法書士報酬とか、まあ、言ってませんでしたけど、立花さんの報酬もあると思うんですけど、まあ、それも全部、立花さんは報酬をゼロにしたし、それから、まあ、それ以外のものについても、えっと、別の機関にお願いしたりって、もう移行しちゃったじゃないですか。だからもう、これはもう、すごいず,ずいぶん古い情報で、あえて見ないことにしてるんだと思うんですけど、今はまあまあ、こういうことを言ってると。 いうことですねそしてあと第三者委員会による会計検査が必要だって言ってんですよねでこれもねちょっとまたどっかでやろうかなと思ってるんですけどその結局第三者委員会がね仮にできたとてですよもう何を調査するのかよく, <laughs> よくわかんないんですけどその見れたとしても党の会計しか見れないじゃないですかで,でそれはある程度公表されてますとで でまあ黒川さんとかはそこから立花さん個人とか立花隆一人放送局に貸し付けがされてますって言っててそこに何かが不正があるのだって言ってるじゃないですかでそれをじゃあ党の代表だからっつってそこ見れるんですかって話になるとまあ立花さんっていうんですかねが拒否したら見れないじゃないですかいやだから <laughs> 何を検査しようとしてるのかなとかいうのはまあこれ <laughs>。 もう前から思ってたんですけどだから党の中のは見れたとしてもそれ以外のものは見れないよねって外,外部の機関の大体文句言ってるのは党の外部にある機関のことをすごくあの批判してるけどそこってじゃあ黒川さんなり大津さんが見せてってったらみんな拒否するでしょで見れないわけですよだからそれ <laughs> 見れるとしたら誰が見れるんだろう国税とかになるんじゃないですかまあね脱税してるとかそういうレベル感じゃないですか。 いやでもそれをでも当然公表もしないしねっていう話だと思うんですけどまあむちゃくちゃ言ってんなっていうのは思いますということですね。で何事も最後にねやっぱ一番言いたいことを言うってことで動画の最後で一番おっしゃってたのがはいこちら献金お願いしますっていうことでございますということでね。 あのー、お金がないみたいなんであのただ献金されたとてですよ献金されたとて今翼の塔に入った口座に入ったお金はひょっとしたら、まあ、差し押さえになっちゃうかもしれない1億のね っていいう形にななるかもしれないんですけどここについてはなんか、ね、一応新しく入ったやつは動かせるんだけど何に使ったかについて裁判所がなんかチェックするとかそういう話もあったりするんで、まあ、ここについては私もよくわからないとこ多いですけどとにかく一番痛い,いのは献金お願いしますっていうことみたいですというところですね。<laughs> なんかその献金先もなんか今いろいろフォームがあって入れ込むんですけどそこで多分振り込み先が送られてくるんですけど。 翼の党の講座だったらまだいいんですけど、なんか別の政治団体いくつも持ってるじゃないですか。だからそこになってるとしたら、まあ、ちょっとな、なんとか逃れになるんじゃないかなとか、<laughs> まあそこも結局、あれかな、抑えられてんのかな。まあ、その辺はちょっとよくわかりませんが、いずれにしても裁判の結果というものがもうすぐ出ますんで、えー、それを楽しみにお待ちしましょう。以上です。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくね。